What's up? Welcome to my channel. どうも、海と亮です。こんにちは。パネルクイズアタック25司会の片間清です。問題を差し上げます。相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。まあ見ての通りアタック25 、うんうん、はい、続々と旅行獲得者が出ています。皆さんも頑張ってください。ではこの問題から参ります。相馬さんよろしく。戦うぞ。勝つぞ。昭和37年6月10日に開通した当時の鉄道としては日本で最も長いトンネルは何トンネル？緑のトンネル？トンネル？長いトンネル？わかんの？わかんない。わかんないのかよ行くよ。でもこういうのはなんか聞いたことある気するし、これにしよう。違ったの？全然違ったちょっと勢いに任せて行き過ぎたかな。立ってしまわれた立ってしまわれちゃったよ。3人で参ります。問題よろしく。2回も回答できないんだからきついぞ。鈴木京香、鈴木杏樹、鈴木蘭蘭、んこの3人の女優のうち本名を芸名にしている。青の、知らないよ。知らない。その通り。そうなんだ。あれな、はい、なんだあのポーズ。まさにそう。ブリッコみたいな。13番に青が止まります。はい、そういうことです。緑の真ん中。あと1問のご辛抱、この問題です。どうぞ。あ、そうだよね、うん、1549年に日本に初めてキリスト教を伝えたのはカトリックの男子修道会です、うん、何か青の方。え、何、その通り。何会でしょう。よくご存知でした。こいつ強いぞ。お戻りください。強いね。そして青の方、さあ何番。8番。8番に青が点灯いたしました。8番、うん4人揃ってまいります。問題よろしく。フォッサマグナの名付け親でもあるドイツの地質学者は誰？白の方だ。その通り。そうなんだ。もしかして何万で正解です。白の方が見つけた。そう、何番。分かんないけど3番3番に白が止まります。妥当だね。やっぱ3番だよね。さあここどういうことになるんでしょうか。問題どうぞ。名曲春の歌はメンデルスゾーンの作曲です。ではワルツ春の声を作曲したオーストリアの作曲家でワルツ王と呼ばれるのは。赤の方。ワルツ王。あ、違うの。知らないわ。シュトラウス立ってしまわれた。うるせえよ気を取り直してまいりましょう。問題よろしく。いいなこれ。要人の身辺警護を任務とする私服警官をアルファベット2番の緑の方。わかるぞ。打ち込む系か。そういう系か。よいしょ。そんなもんかな。え、違うの。結構やった。見事正解です。緑の方。さあ何番。え、どこかな。あ、でも怖いねこういうところ。あ、ここ行けない。あ、こっちだったら行ける。ここ行けないらしい。そうなの。なんでだろう。なんでだろうね。ここ行っとくか。12番。12番。緑だよ。止まります。12番。そんな声なんだ女の子。ここで皆様ご紹介したいと思います。あ、ご紹介なんだ。ご紹介してくれるんだね。平成赤の席は生年月日やわけない。小さい頃番組ないよ。もう緑の席はクイズ趣味なのにパネルクイズ。白の席は東京都の陸に秋尾さん矛盾してる。負けたら暴れます。青の席は東京都からお越しの遠藤修司さん占い師です。占い師なの。占い師なの。皆さんでございます。人は見かけによらないなねえ、うん問題どうぞ。公共詩ザラトゥストラは各語り記やドンキホーテなどを作ったドイツの作曲家は誰でしょう。え、でも誰なんだ。緑の方。あ、違った。誰なんだ。
またシュトラウスじゃん。あ、本当だ。さあ、お立ちいただきます。赤のお戻り。よし、戻ってきたぜ。サラトストラとか知ってたな。参ります、この問題どうぞ。豊臣秀吉と側室淀との間に生まれた最初の子供の名前は何でしょう。え、青の方。うん、勘違いされたか。なんか初だな。聞いたことない。さあ、お二人ですが、参りましょう。問題どうぞ。2月12日は種の起源、ビーグル号航海記などの著者として知られるイギリスのある学者が生まれた日です。さて誰でしょう。本人よ。なんか問題難しいね。これクニッチも分かってないじゃん。分かってないよね。お答え出ませんでした。まんまじゃん。あ、種の起源ってそうだよ。あ、そうか、そういうことか。確かにめっちゃ簡単だった。さあ、参りましょう。そうじゃん。よろしく。どうしたの、ミクニッチもね。西条八十から若き童謡詩人の中の巨星と褒められ26歳の若さで亡くなった女流詩人が後に再評価され白の方。なんか長いな。その通り。あ、角君にする。見事正解です。青の方お戻りください。そして白の方。さあ何番。18番。飛び込んで13番8番の青、白に変わる。はい、そういうことです。そういうことです。4人で参ります。問題どうぞ。ジュネーブに本部がある世界保健機構のアルファベット。赤の方。これがあれじゃないのかな。あー、その通り。はいはいはい、はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。11番に赤が点灯いたしました。あ、まだ大丈夫だった。参ります、問題です、はい、どうぞ。ロシア生まれながらアメリカで活躍し、火の鳥やペトルーシュカなどの作品で知られる作曲家は誰でしょう。誰。白の方。聞いたことある。申し訳なさそうに歌ってる。3人で参ります、この問題どうぞ。狭そうだね。子だくさんで知られ制御になるまで七変化を繰り返し丸みを帯びた体から海の太陽、海の月と呼ばれる魚は何でしょう。何それ。緑の方。何それ。思ってたのと違うぞ。どうしよう。丸いのってこんくらいしかいなくない。あ、違う。どっちにされたんでしょうか。なんだと思ったの。クラゲ。海の月って言ったから。あ、そう。さあ、二人ですが参りましょう。全然違ったね。スペイン語で銀という意味のある南アメリカのタイガは何という川でしょう。青の方。なんだろう。その通り。何それ。よく見えました。あ、これだったんかわ。白の方お戻りください。そして青の方。どうさあ何番。14番に青が止まります。お、さあ取りたいね。次はね、15。緑の方、あと1問のご辛抱、この問題です、どうぞ。なんだ。弓の名手ウィリアム・テルはどこの国の伝説的英雄。赤の方。俺イギリスだと思ってた。ウィリアム・テルって何。どこなんだろう。どっちかな。スイスかノルウェーな気がする。スイスかな。その通り。おお、すごい、はい、結構です。まさにその通り。緑の方お戻りください。そして赤の方。さあ何番。緑なくなっちゃうよ。15番。いった。14番。13番。12番。赤に変わった。おお、そう。あ、喜んでる。喜んでる。言葉さんが、うん、4人です、この問題どうぞ。唐の詩人白楽天の叙事詩長恨歌は幻想皇帝と誰のロマンス。青の方。分かんないわ。
その通り、普通だな。よくご存じでした。青の方、さあ何番。9番22番。あ、違った。いやそこに入ってしまったか、取れるんだっていうか、そこに入ってしまったかって言うだって、うん、銃取るしかなくなっちゃうから、角取られちゃうっていう、あれじゃない。シュメール人や古代エジプト人がパンに水分を加えて自然発酵させて作る。あ、何？え、何これ。あーそうなんだ。さあ、お立ちいただきます。ちょっとそうかなって、はい、3人のこの問題です、どうぞ。9世紀頃、侵入してきたデンマークやスカンジナビアの人たちによって作られたことから、北方の人の国という意味の名がついたフランスの地方はどこで。緑の方。濃いな。違うの。何。あ、そうって、そう、それはいいだと思って。なんじゃそれ、しゃまったの。立ってしまわれた。いや、ちまった。いや、もうあれさ。さあ、お二人ですが、参りましょう。もうなんか、ここかもしんないって思ったら、もうさ。1502年1月に、最初に発見したポルトガル人が、入り江を川と見間違えたことから、1月の川と名付けられたブラジルの都市はどこでしょう。白の方。首都か、ブラジル。リオデジャネイロ。リオデジャネイロなんだ。さあ、お立ちいただきます、うん、青の方、お戻り。結構みんな立っちゃってた。気を取り直してまいりましょう、ね、問題よろしく。1839年8月20日、長州藩の騎兵隊を創設したことで知られる幕末の志士が生まれています、うん、さて、誰でしょう。赤の方。わからん。長州藩。その通り、はい、結構です。まさにその通り、緑の方、お戻りください。そして赤の方。さあ、これで21取りたいけど取れないよね、これ。取れないよ。ここしか取れない。ここか、ここなのか。うん、でも23取っとけば21いけるよって。23番、23番飛び込んだ。18番の白が赤に変わった。こういう形ですが、ですが、角を取りに行くということでしょうか。あと1問のご辛抱。そうよ。問題です、どうぞ。国際電話の国番号、うん、82はどこの国を意味するでしょう。え、どこだろう。緑の方。国基本的にこうなんだね。近いんじゃない、やっぱ。結構。おー、すげえ。あの方も押されたんですが、一瞬入ってね。白のお戻りください、うん、そして緑の方。さあ、見覚えある気がする。どこにしようかな。21いける。お、いける。21番。緑が止まります。え、なんなん。見事角を戻りされましたが、いやー、ムカつくなぁ。4人揃ってまいります。問題よろしく。いいね。日本の手形は法律上大きく2つに分けられます、うん、約束手形と、もう一つは何でしょう。赤の方。なんだっけ。わかんないんだけど。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬入った。赤の方。さあ、何番。どっちがいいかな。どっちがいいかな、これ。4番に入った。8番の白が赤に変わります。さあ、角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。これ自分で角取れないのきついな。そうだよね。さあ、他の方頑張る。次の問題です。コンピューターに使われている集積回路のことをアルファベット。ああ、 IC じゃないこれ。おお。さあ、お立ちいただきます。やっぱ占い師だからちょっと機械には弱かったんで、3人で参ります。問題よろしく。唐の玄宗皇帝が梨を植えた場所で、うん、我が国では主として歌舞伎界を言う言葉は何でしょう。ん、何。ん、あ、わかった。緑の方。何。
その通り。え、何それ。リエンって言うじゃん。そう歌舞伎界のこと。あ、何番。ここ取れんのかな。あ、取れない。どこ取れんの逆に。あ、ここ24しか取れないんだ。25が24番24番飛び込んだ。23番22番。緑に変わります。こういう形ですが、いいんじゃない。あ、そうか、誰も取れないね、今。青のチャンス。あと1万の御辛抱、この問題です、うん、どうぞ。家の中で物理的な原因なしに家具が倒れたり、赤のウルターガイさん。あー、エクソシスト、オーメン。あー、その通り。はい、結構です。まさにその通り。青のちょっと引っ掛けに来てない。赤のさあ、何番。でもさ、ここ取れないんでしょ。うん、ここ2しかいけないんじゃないの。2番飛び込んだ。3番の白が赤に変わります。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。アンデス山脈の海抜2610m の高地にあるコロンビアの首都は何。赤の方、コロンビアの首都。やべえ、わかんねえこれ。コロンビアの首都。その通り。お、見事、正解です。赤の、もう見覚えがありそうかなさそうかだけのそういう、あ、うん、25番取れるのか。25番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、これ1号も取れたの、もしかして。どうかな。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。フランスの映画夜の門の中でイヴ・モンタンが歌っていたシャンソンの名曲。青の方、その通り。あー、やべー、他の方も押されたんですが、一瞬だった。青の方、さあ何番。5番。5番に青が点灯いたしました。あ、まずい。さあ角に入られたわけですが、まずいね。次取らないと。さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。日光東照宮の眠り猫の裏側に彫られている鳥は。青の方、なんだっけ。そう、あ、いや、ちょっとその辺は覚えてなかったな。さあお立ちいただきます。あ、でも一番厄介なやつは消えた。気を取り直してまいりましょう。そうだね、問題よろしく。はい、チャイコフスキーの交響曲第6番は悲壮、うん、ではベートーベンの交響曲第6番は。白の方、蒼白か。あ、その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。白の方、さあ何番。1だろう。9番に白が止まります。こういう形ですが、あ、そうなの。7か9か17か19か。青の方、あと1万のご辛抱。いや、この問題です。青怖い。郵政省が発行するくじ付き初中お見舞いはがきを何という。赤の方、頼めるじゃん、これ。頼めるよ、聞いたことない。違うの、これ。あ、カモメール。あ、カモメールか。あった、頼めるって何よ。頼めるんだよ。お待たせ。3人で参ります、この問題どうぞ。いや、きついなこれ。青に取られそう。日本各地には富士山とよく似た山がたくさんありますが、エゾ富士と呼ばれている山は何でしょう。エゾ富士、緑の富士。その通り。お、やった、見事三です。北海道っぽいなっていう。何番。どこ行けんの。あ、ここ6は行けて、あ、斜めで取れるからじゃない。ここか、6か10ってこと。うん、10だと、でも俺が今度1を取りに行けちゃうんじゃない。え、そう。え、ここに入れても行けちゃうよね。うん、そこだとさ、あ、行けちゃうわ、どっちにしろ。行けるわ。10番。行けちゃうんだ。14番。そうするとさ、9が取れなくなるからさ、と思ったんだけど、どっちにしろ行けちゃうんだね。赤の、あと1万のご辛抱、この問題です。どうぞ。しんどい、しんどい。やばいね。演歌のヒット曲の題名にもあり、童謡焚き火にも出てくる花は。白の方。その通り。あらあらあら。はい、結構です。まさにその通り。やべえ。赤の方、お戻りください。そして、白の方。さあ、何番。7か。19番。19番、飛び込んだ。14番の緑が白に。魚風の檻。さあ、
どういうことになるんでしょうか。さあ、あと1問でアタックチャンスになるのか、慎重に参りましょう。問題です、どうぞ。アジア開発銀行の本部がある都市はどこでしょう。赤の、その通り、よくご存知でした。赤の、さあ何番。20番。いった。14番の白が赤に変わった。次でしょ。次の問題でね。さあ、ここでアタックチャンスの問題です。あ、このアタックチャンスで流れが変わるのか。緊張感があるな。それでは参ります。アタックチャンス。その長さはカニ座の南から天秤座まで達し、88ある星座の中で最も長い春の夜空を飾る星座は。緑。わかんないんだけど普通に。結構。すげえ、なんでこれ長いよね、この星座。全然知らないのは興味持ったことがある。そうなの。図鑑とかであるじゃん、星座のページ。どこがいいのこれ。ここかなって思ってたけど。いっぱい取れるよね、でもね。取っちゃおうかな。7番に入った。8番、緑に変わります。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。ここじゃない。そこのが美味しいか。だって25取ったとこで1個しか取れないわけでしょ。ここ取ったら1、2、あ、そうか、斜めもう取れないから、ここだな。美味しい。なるほど、そういう作戦できたか。違うのいや、そこでしょ。残るパネルはアタックチャンスの狙い目を含めて5枚。さあ、ここからが最も大事な問題です。大事。振り子を使った実験で地球の自転を赤の旗。あれか、待って、もう知らない。あれ、どっちだ。風光か自転の方だよね。え、なんかパスカルのような気もする。その通り。見事。空港の振り子ってあるよね。赤の地球時計のやつだよな。そうだそうだそう。そしたらそうだから。あの、この円形にこう倒してくる。あ、そうそうそう。あのディズニーシーにあるよね。あのね、あれだよね。え、どっちがいいかな。地下。5番飛び込む。9番の緑が赤に変わります。見事角をものにされましたが。やったぜ。これ赤消すのきついじゃん、できないじゃん。これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。ハトポッポ、お正月、水遊びと子供自身。赤の旗。ああ、これ分かんねえわ。あ、知らないわ。知らない。さあ、お立ちいただきます。あいつ嬉しそうだな、ウィークニッチ。そう、ウィークニッチ。谷のこの話です、どうぞ。面白いよね。イギリスの二大政党は保守党と何党でしょう。緑の方。あれ、保守党と。多いな。その通り。おー、はい、結構です。まさにそのとおり。16。さあ何番。あ、17もいける。あ、16もいける。16番飛び込んで16番。真ん中が緑に16番。こういう形ですが、なんか不都合でもあったのかしら。あと1問のご辛抱、この問題です、どうぞ。作曲家バッハが1750年に亡くなっています。大バッハと呼ばれるこの人のファーストネーム、ミドルネームを含むフルネームは何というでしょう。青の方。あ、押せばよかった。その通り。あ、他の方も押されたんですが、一瞬入った。赤の、お戻りください。そして青の方。さあ何番。1番に青が止まります。見事角を戻りされましたが、17番取りたいな。4人で参ります。6取りたい。6番。問題どうぞ。
ルーマニア語で喜びの一家という意味のあるルーマニアの首都はどこでしょう。赤の旗。ブダペストよ、これ。あ、ブカレスト。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の旗。さあ、何番。17番。17番に入った。12番、7番、18番、19番、赤に変わった。おー、まだいけるの。これは2、3。さあ、ご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。5。どうやら決まってしまったようですが、この最後の問題になるのか。ネタバレすんなよ。もうまだいけると思って。青い洞窟が観光の名所になっている古代ローマ時代から。緑の方。これ俺違った。あー、残念。ここで立たれてしまったか。 100% 勝ったわ。参ります、この問題どうぞ。そうだね。どっちから当ててもらうだけで。日本の冷蔵庫のパンフレットなどに書かれている収納量を表。青の方。早っ。その通り。あー、よくご存じました。ミクニッチゼロじゃん。青の方。どうしちゃったの、ミクニッチも。6番に青が止まります。よっしゃー。ご登場をご覧ください。勝った。うわー、ちょっと勝てそう。アメリカ旅行挑戦権獲得。アメリカ旅行挑戦権獲得。おお。次じゃないよ。お見事。この頃アメリカにめっちゃ夢あるよね、みんな。なんかそうだね。ウルトラクイズとかもそうだし、ね、せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。結構あるよでも俺の、はい、ね、今日はある国の名前をお当ていただきます。国の名前か、このパネルの取り方はいかがだね。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。これ何、え、オーストラリアとかか。やべえ、わかんねえ。なんか独特な建物だね。え、何これ。ロシアとかか。ああいうなんか変な形のやつね。ん、めっちゃでかい。これわかんねえんだけど。これどこ、その国とは。え、これどこかな、全然わかんない。ああ、どここれ。あ、違う。あ、違うの。どここれ。どここれ。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。え、どこなのこれ。タピオラ。タピオカみてえだな。タピオカみたい。ヘルシンキ。え、ヘルシンキって。あ、そこじゃないの。元ヘルシンコ。フィンランディアホール。フィンランド。え、大聖堂。大聖堂。大聖堂って大聖堂なんだね。あ、そうなんだね。ヘルシンキ。またヘルシンキだ。ずっとヘルシンキじゃん。うわ、フィンランド。あ、フィンランドなんだ。ちょっと知らなかった。お分かりになるかと思ったんですが、いやー、アメリカはいけなかったか。残念でした。しなかったね。また来週お目にかかります。ごきげんよう。また来週。さようなら。また来週。楽しい。残念でした。チャンネル登録。